俺の名はモブオ、超優秀な営業マンだ。売上成績はグループ企業ナンバーワン。まさに今は俺の時代だ。何の取り柄もない男モブオ。そんなモブオの前に現れた女の子の正体は死亡フラグ。モブオは死亡フラグを回避することができるのか。全力回避、フラグちゃん勝ちました。フラグちゃん、なんで当然ですよ。超仕事ができて優秀なこの俺にいきなり死亡フラグが立つなんて絶対おかしいでしょ。自分の行動を振り返れば理由はすぐわかるかと。あ、すみません、態度が悪い。おい、気ぃつけろや。ったく、俺より売上低い社員は橋を歩けよな。そういうとこです。え？さっきすれ違った方の表情見ました？あんなの嫉妬でしょ？何せ俺は仕事ができるからね。いちいち嫌み。えっす、お疲れっす。あっす、疲れっす。モブオさんが入ってきただけでこの空気。いや、仕事の調子どう？まあ普通っす。売上表見たけどさ、結構上がってきてんじゃん。ま、俺の1年目の成績にすら及んでないけどね。1日何十件でもアポ取れば、君みたいなボンクラ社員でもいつかは俺みたいになれるかもね。仕事のできない後輩にアドバイスしてあげるなんて、俺ってできる男だな。今のがアドバイス？いっぱい頑張ればトップになれるよって教えてあげたじゃん。そんな優しい言い方してませんでした。ミスを認めない。ちょっとモブオさん。はい。この請求書金額間違ってますよ。あと日付もおかしいですし。そんなのさ、いちいち俺に言ってくる必要ある？今後のミスを防ぐためにも。そういう書類とかめんどくさい仕事はそっちで適当にしといてよ。俺は会社にとって一番大事な売上を支えてんの。謝らなくていいんですか？どうしてそんな必要があるのさ。俺は営業成績ナンバーワンの男だよ。それにこれからすぐ新規の取引先に挨拶行かないと。できる男は何かと忙しいってわけ。いちいちムカつく要素を入れないと喋れないんですか？さて、今日もトップの成績取っていきますか。数日後。お疲れ様です。あれ、ついに挨拶すら返ってこなくなりましたね。部長いる？いません。この書類経理に持ってってくれない？嫌です、自分でどうぞ。たく、あれが会社の稼ぎ頭に対する態度かよ。そろそろ自分に立っている死亡フラグの原因が分かりましたか？全然。モブオさんは業績を鼻にかけた態度の悪さで会社の人全員から嫌われてるんですよ。このまま社内で孤立して仕事もやりにくくなって、そのうちクビになって路頭に迷って死にます。嫌われてるってか嫉妬でしょ。みんな子供すぎ。こうなったら向こうから謝ってくるまで許せないもんね。子供はどっちですか？モブオさんは人の役割や立場を気遣うことの大切さを知った方がいいですね。まあこのままだと仕事がやりづらいんだよな。最近会社の皆さんの間で流行ってるゲームがあるんですよ。5人で1つのチームを組んで敵陣まで攻め入り、奥にあるクリスタルを破壊した方が勝つんです。ほう。チームのメンバーはそれぞれロールと呼ばれる役割を持っています。勝利のためにはゲームの状況を見て役割ごとにできることを判断するのが重要なんです。社員の間でゲームが流行ってるなんて知らなかったよ。雑談とかしないんですか？誰からも一切話しかけられないし、お昼はいつも一人で食べてるからね。自業自得とはいえ寂しいですね。仕事をスムーズに進めて死亡フラグをなくすには、会社の方と仲良くなるのも大切です。モブオさん、会社の人たちをゲームに誘いましょう。わかったよ。一応どんなゲームなのか調べとくか。へえ、役割は6種類あるんだ。はい、耐久が高いタンク、攻守のバランスがいいファイター、瞬間火力の高いアサシン、離れた場所から攻撃できるハンター、後衛色で強力なスキルを持つメイジ、味方を回復、敵を妨害し、みんなを助けるサポート。初心者におすすめなのは。こいつかっこいいじゃん。俺のロールはこれだ。もうまだ話の途中なのに。調子に乗る。モブオさんみたいな人もゲームとかするんですね。意外だな。今日が初めてだよ。あ、でも俺って基本器用だし、何でもできちゃうタイプだから、君らにわざわざ教わることもないと思うけど。開始早々嫌な態度取らないでください。本当のことを伝えただけだよ。ゲームでも社員を引っ張ってやりますか。ったく、世話が焼けるぜ。あれ、あいつら来ないじゃん。モブオさんに呆れて別行動を選んだみたいですよ。まあいい、あんな奴らいてもいなくても。おもえぇ、めちゃくちゃダメージ食らうんですけど。モブオさんのロールであるアサシンは耐久力が低いんです。モブオさんは初心者ですし、味方にサポートしてもらわないと。
おいこら、お前らがしっかりしないから負けそうだぞ。は？それが人に物を頼む態度ですか？ちゃんとお願いしないと負けちゃいますよ。わかったよ。おいお前ら、は？頼むから助けてください。モブオライト土下座は土下座した。しかもスキル3風に何その格好。マジでウケる。あんたのことは正直気に食わないけど面白いから助けてやるよ。アサシンのロールは耐久は低いが火力がある。戦場の様子をよく見て相手に奇襲をかけて攻撃だ。わかった。待て、前線に出過ぎだ。私もいますよ。フラグちゃん。メンバーとフラグちゃんの活躍によりバトルは無事に勝利。ゲーム内で恥をかいたこともあり、それ以降会社でも若干おとなしくなったモブオだった。というわけで今回私たちがプレイしたのは全世界で6億ダウンロードを突破した大人気スマホゲームモバイルレジェンドです。90体以上のヒーローが登場するのか。しかもイケメンや美少女揃い。次は美少女キャラでプレイするのもありだな。 笑い方気持ち悪いですよ。世界中のプレイヤーが君のプレイを待ってるぜ。モバイルレジェンドをダウンロードしてたくさんゲームをプレイしてもらうほど経ちますよ。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんってフラグちゃん。待て。